ビランドリー城はフランスアンイコールエイコールロワール県のロワール渓谷国内のコミューンであるビランドリーにある城である。ルネサンス様式の美しい城で典型的なロワールの古城の一つで渓谷周囲の城の中では新しい。現在の城主は定住したまま庭園は観光客に一般公開されている。城のテラスから眺める景色は圧巻もの。 菜園エ,エリアでは有機栽培の野菜を育てており、木内のレストランやカフェで振る舞われる。時期が合えば、バラの苗を購入することもできる。元は12世紀の古い城塞跡を基盤に、フランス王フランソワ一世、財務大臣ジャンルブルトンによって1536年に建てられた。幾何学庭園は20世紀初めに城主がスペインの科学者ヨアキム・カルバロに変わった後に構築されたもの。 奇鬱のインテリアの多くは、豪華で美しい類15世紀様式が目立ち、庭園の幾何学模様のデザインは14世紀の古い文献に残されている。所有者の変遷により一時期は、庭園も公園に作り替えられるなどして荒廃したが、20世紀、初めに所有者となった現オーナー一族の男性込めた世話により、王子の姿を見事に回復し、 バラやつげをはじめとした様々な美しい花や秋を楽しめる。世界遺産、シュリー・イシュル・ロワールとシャロンヌ・ヌカンのロワール渓谷に含まれる。ありがとうございます。